すごい人が来て、誰お世話になってる人、なった人、名前ちょっと言えないんだけど、言えないんだったら言う必要ないじゃん。じゃあ金持ちの人、お金持ちの人、関係ない、貧乏でも金持ちでも一言ありがとうございます。何をあれ、俺がお世話になってるんだよ。意味が分かんないの、俺が何が意味が分かんない、どういうこと、ありがとうございますってうちのゼロワンがって言ってよ、どういう意味、ちょっとぐらい、ちょっとそこやってや、化粧すんなら、やだ、それアングルちゃんとやってや、頼むわ、じゃあ映さないで、私マジでダッシュで見る、映さなきゃ意味ないだろ、化粧すんなら、意味ちょっとやってや、リスナー見たがってるから、女岡場の化粧配信見たいよね、みんなやってや、見たくないよ、やったって本当に頼むから、じゃ遅くなんの、画面に映してる、あの配信コメント見なくていいから、いやいや見たいって言ってるから、やったってや、それぐらいいいじゃん、ゼロワンク映っとく、やったって早く、いいよね、やったってや、頼むから、本気でメイクするかな、そこの前適当に、いやだってどこ、あーごめん、あそこ、うん、でこれコメントバグってるから、これでいいじゃん、ゼロワンくんが見えないじゃん、いやいいよ、俺はあの7映っとけば、たまにいるよね、あの何が、あの仮想主がさ、7ちゃんっていうのにさ一生懸命自分映して喋ってるやつ、喋、ね、ってるやついるけど、7ちゃん映しとけ、映して7ちゃんに喋らせるのが一番効果的なのに、めちゃくちゃなんかよし、奈々ちゃんっている配信頑張んなきゃとか言ってめちゃくちゃ頑張って喋ってるやついるけど、うるさい、わかるわそれ、あるあるでしょね、確かにね、うわ奈々ちゃん見たいじゃん、奈々ちゃんね、いやゼロワン君が見たいんでしょ、このゼロワン君はまた違う次元が、両方ね、両方映ってる、両方見たい人いるね、ありがとうね、ローちゃんありがとう、イエイイエイ、これもらっちゃった、たださ浴衣サイズないんだよね、私ね、着たいの、あるはあるんだ、どん、あるはあるの、いや家にはないよ、あー浴衣着ても、で俺もちょっとジンベエ着たかったなっていうのはあるけど間に合わんか、間に合わんよ、普通でいいんじゃない、マジでジンベエ似合うんだ俺、なんとなくわかるけど、ジンベエ、ま、いいんじゃない格好だって、汗だくになる、ナナちゃん俺の髪型もやってくれない、肩棒なってるから、私男の人のセットできない、できない、ちょっとアイロンでストレートぐらいできる、それはできるよね、一緒にね、あとで、ちょっと俺もチリチリなんで、チリチリなんで、ドンキに売ってるって書いてあるの、やっぱちゃんとしたいじゃん、ドンキに、ほら初めからやるならやってって言ったよね、俺何を、初めから自分好みのアングルあるじゃん、だから俺初めにやって、俺がそっち行っても自分で直したよね、今だから初めから俺アングルやって、これちゃんと見てんの、見てるよ俺、バグってるからすごい、ちゃんと見てる、でも初めからやっときゃ俺動く必要なかったから、やってほしかったよね、理屈はわかるでしょ、いちいちうるさいけど言ってる意味はわかるでしょ、俺動く必要なかったよねっていう、どうせ動かすんだったら初めからやっとけばこのアングルになってたから、いちいち言わなくてもいいんだけど理屈分かってもらえたらいいんだよ、理屈をね、奈々ちゃん、うん、あら、なんか言わないってそういうの、あのお金とかなんか欲しいものとか言ってくれたら、いらない、いらない、こびるつか、あ、ありがとうございます、ファンタスティック、すごい、これ1万円ボンボン飛ぶんだよ、1万円、この人がそうなの、さっきもこれ4発目でさっきお2万円のやつももらった、すごくない、すごいでしょ、目なしと、イベント終わったのツイキャスでも有名かもしれない、ツイキャスでも有名な人なの、もしかしたら奈々ちゃんももらってるかもしれない、ないだろう、すごい、あの人奈々ちゃん知ってる有名な人、抹茶ラテみたいな人、この人言っちゃダメだよ、あーなるほどね、そういうことで、ありがとうございます、お久しぶり、あーやっぱ奈々ちゃんもあれなんだ、いや知ってるよ、知ってる、あーね、有名でしょ、知ってる、有名、めちゃくちゃ久しぶりだね、あ久しぶりっていうかいるけどね何が、
何例の時のやつって。何でもないです。何なのそれ、すごいね、暑い。5時半なの？何時に出んの？ジンベは間に合わないから。ジンベちょっと間に合わない。何時に出るの？7時50分から打ち上がるみたいだから。いや、6時に出れば大丈夫かな。出る？で、渋滞が結構で、ワンチャン行きじゃなくて帰りがすごいと思うよ。帰りはどうでもいいんだよ。行きはそうな。帰り家系食べて帰ろう。またあ、いいね、うん、ラーメン食ってね、うん、だから屋台なしね。帰りラーメン食って帰ろう。屋台は食べないの？お祭りの、うんうん、それでもいいんじゃない？今日全然食べてないもんね。焼きそば1パックと俺ね、最近は聞いてる？何？大食いしすぎて胃がもたれてるんだと。じゃあ家系なんて持ってないの？だからでも、だから最後家系でちょうどいいぐらい。ちょうどいいの？あんま食べ過ぎないから。いや、突はしない方がいいんじゃないの？っていうか探せないよね、ごちゃごちゃで。大変じゃない？10万人ぐらい来るんじゃない？嘘。だって港未来の花見大会だよ。踏んでない。1万人は軽く来るんじゃないかな。さっきの情報によると打ち上がる場所がシークレットなの。どういうこと？ここで見てると打ち上がるよとかってないんだ。ランダムらしいよ。どういうことそれ。うん、だから配信で映すのもちょっと、いや難易度高いよね。ポイントを決めないと、うん、で俺が今回狙うのは、うん、多分あのステージとかあの辺っていうのは人気があるから、うん、人がいないところ、そして周りに気がないところ、障害がないところ、うん、そこを狙う、うんうん、逆にね。そう、確かにそういう場所にあるもんね。でもあまりにもごった返してたら、うん、ワンチャン車で近くに行くんじゃなくて見通しのいい場所に行ってっていうのもあり。だから臨機応変さが大事になってくる。うん、うん、わかる。ナナそうかもね、うん、そこはやっぱり2人とリスナーの意見で臨機応変に対応していかないといけないから。情報戦になるね。そうそう、情報戦になる。だから言っとくけど、ナナこれ一番大事なことね。はい、あの会場に来る配信者と慣れ合ってる暇ないから。そういうことね。俺と2人でいて、野田総理が来る挨拶に行こうとか、はい、本当にそういう時間ないから。わかりました。うん、なり合い禁止ね。でもたまたま近くにたまたま、もう無視して自分があれじゃないの。小さなあれの総花火、そういう自分は挨拶するんでしょ、行ったら。で俺はしたくないし、近く行ったら挨拶しないの。奈々ちゃん取られちゃうから。取られないよ。例えばダッスが来たらどうする？来ないしょ、ダッスは。いや、なんか向かってるらしいよ、ダッス。うん、そうなの？そうでしょ。そしたらダスは閲覧のためにナナちゃんにとずっと一緒にいようとするでしょ。でそうなったら2人のデートをぶち壊されちゃうわけ。昨日ずっと言ったよ。で今日もずっと一緒にいようと思ってるんだよ。思ってないし。思ってるよ。ちょっと挨拶してじゃあまたねっていうタイプじゃないんだよ。そうなの？うん、そんなことないでしょ。そういうタイプだよ。臨機応変タイプだと思うよ、ダス。違うタイプだよ。なんでそんな分析してんの？いや、一応花火行くからデートじゃん、うん、デートじゃなくなっちゃうじゃんっていう。違う？ナナで、ナナちゃんもじゃあ一緒に行こうよって言っちゃう。デートなのこれ？デートでしょ、花火って。アッシーじゃなくて？足なの？私がただ行きたいからついてきてくれる。足なの？アシスタントじゃないの？花火ってデートでしょ。デートじゃないもん。アシスタント、デートでしょ。どうお手伝いさん。いやいやいやじゃあ車で待っとくね。いや待ってればいいじゃん。車で待っとくから自分で配信つけてじゃあ行っておいでよ。じゃあいいよ。じゃあデートね。デートでしょ。デートって設定ね。設定じゃねえか、デートだから。デートって何なの？だからまあ嫌いな人でもデートするの。彼氏がいたとしても彼氏といるよりもデート、あの花火で。カリカノでいい？あの彼氏が来れないから代わりにって感じ。いいのそれ？
バーチャル彼氏みたいな。じゃあレンタル彼氏に、うん、じゃあ俺彼女として接するね。レンタル彼女として接する。レンタルバーチャルね。バーチャル、バーチャルはおかしい。ビジネス、ビジネスビジネスにする。じゃあビジネスカップルで今日だけ、ね、メリットある自分。俺はメリットだらけだけど、いや私もあるんじゃないの、わかんない。何のメリットがある。俺はナイスも増えるし閲覧も伸びるしメリットがあるけど、今日だけ寂しさ埋められるみたいな。ならわかるでしょ。一ヶ月わかる。電話で話したから寂しくないよ。強がんなんて。会いたいけど会えないでね。分かった、埋めてやる。みんな子供じゃないんだから。分かった、今日は俺が埋めてやるよ。バーチャル、バーチャルじゃない、いや彼氏。代わりになってくれるの、うん、寂しがり屋だし俺もね、うん、今日は俺の彼女になってきた。お互いね、じゃあそういう。じゃあ今からスタートね。スタートって何そんなスイッチ入んないんだよ、急に。なんで入れれるでしょ、役者なんだから。入んないよ、ね、役者なんだから。じゃあなただって役者じゃない。漏れるとかやってんのあいつ。あれ役者じゃないもんだって。役者だよ、演技じゃないもん。本当に漏らしてんの。漏れる。でうんこ漏れたパンツ見せよっか、黄ばんでるやつ。俺追い出す時も倒れたりとかさ。あれは役者だ。あーとか言って。あれは閲覧目的。できるでしょ。あれは、うん、演技だったね。そこの間みんなに言ったもんだって。あ、ほんと。演技だったって。まあ、他にも言ってないことあるでしょ。何？演技の時は演技って言うよ。あ、そうなの。俺も言うけど。いや、うんこは演技じゃないもん。うんこ演技じゃない。うん、マジでスピット落ち着かない。マジで雰囲気良くなる。早くしないと間に合わないよ。だから今ダッシュでやってるっつうの。ナナがさ、一生懸命やってんのにさ、文句言わないでくれないですか。あ、コメントね。うん。コメントで黙っとけよ。あんなに急いで。お前向かってるとかいらねえから、ハト。お前くんは彼氏じゃないもんね。俺が彼氏だから。ルワンくん彼氏だもん。関係ない。俺でも一生懸命やってるからさ、ナナ。あんまぐちぐち言わんでくれ。珍しくない。こんな男と絶対付き合いたくない。俺がまず選ばないから、お前みたいな性格は。勝手に妄想して、こいつと付き合ったらどうなるみたいな妄想働かしてね、考えるのすらやめてくれない。可能性ゼロなことを。こっちがお断りだから、アホが。そんなに入ってんの。違う違う、今スイッチ入ったのは、うん、ナナのこと言われたじゃん。あ、許せないね。やっぱ彼女優しいね。厳しくなるよ。こんな優しい彼氏だったっけ。マジで守るよ。本当に守れんの。守れるよ。どういうふうに守れんの。例えばコメントで気分が悪くならないとか。全然私気にしないけど、なんかからかわれたりとか、あるいバカにされたりとかもない。人間何もあれじゃない、何も考えなくて神経質なんじゃない。プライベート、プライベートな気持ちでついておいて。神経質すぎんじゃないの。出かける10分前に教えてく、止めるから。何分出んの。ん、何分出なきゃ。最短だね。最短っていうか時間は考えなくていい。自分の最短。結構急いでやってるけどね。急いでやってる。最短ね。何分？最短だよ、だから。最短って何分？例えば、時間を例えば決めることによって、今、もうすぐ6時でしょ、うん。例えば6時半って決めると、スピードを緩める可能性があるじゃん。いや、それはない。ない？だから最短。逆に知ってた方が急げる。うん？逆に何分って決まった方がいい。じゃあ6時っつっても無理でしょ。だから最短でいいって言ってんの。6時は無理だな。無理でしょ、10分ね、うん、だから時間は設けないから、自分のできる限りの最短にしてって言ってるの。人を尽くすってこと。そうそうそう。で、あと10分ぐらいかなっていう時に声かけて、車持ってくるから前に。オッケー。うん、だから歩かせないから、あの、あ、いいじゃん。うん、開こうかな。うん、どこに車止めたの。買うところ。ああ、あれ置いた。何を置いたよ。置いた。いいよ、あれ車まない。うん、花火で見たらあ、ピンク色で。何ピンク色。打ち上げ花火がぶち壊しになると思うよ。何が。酔っ払ったら。酔っ払う程度飲ませないから。酔っ払っちゃも最近飲んでないから。たしなむ程度で。最近弱いんでマジで。 2杯までね。2杯までね。2杯までならいいよ。3杯目はダメ。そう、うん、2杯だけ ね。甘いのがいいかな。甘いのがいい。あったら甘いのも買ってあげるね。ジンベエという方買ってきて。間に合わないだろう。さっき俺間に合わないと謝ったよ。何？
ごめんさんがたまたまそういうコメントしてた。いや間に合わない間に合わない。車の中で着替えるも間に合う。本当はそれ良かったんだけど、せめて7だけは可愛く、主役は7だからさ、俺はどうでもいいわけ。7が可愛く綺麗になってね、花火を。ちょっと半分聞いてなかった。半分聞いてなかった。ちょっと集中させて。ずっといいこと言ってるよ。ガチで急いでる。ずっといい彼氏演じてるよ。すごいいい彼氏だよ。言ってること。ちょっと黙っててくんない？いや黙れないけどね。あんまりガチャって言われる。でお茶な？お茶。お茶って何？僕だよ。お茶もう売り切れ。で水。これ飲んで、はい。汚い飲みかけ。これで入れてきて、ちょっと時間ないからまず。お茶。お茶ちょっと待って、あとで入れてあげるかな。今じゃいいかな。今飲みたい。今やめて。今飲みたい。大事なところが一番。じゃあね、準備と俺準備の、え、彼氏の方が大事じゃないの？だって準備しなきゃ大事にできないよ。彼氏のことやってからやればいいじゃん。何が優先順位は彼氏でしょ。いや私とお茶どっちが大事だもん。7。じゃあ自分でこういうのくらいやん。あ、それは今分かる。それは理解した。自分で組んできてんの。理解したでしょ。そう、それは今一本取られた。そうだよ。一方的だったね。すぐ動くだけじゃそこで。一方的だったね。俺もそうだよね。そうだよ。やっぱ一方通行良くないよね。それすごい納得した。論破された。俺ばっか求めてたね。やっぱ俺の悪いところ出たね。俺も7が一番だから。えってあんじゃん。え、あった。嘘つくのやめろて。すいません。飲む？いや、いい。水汲んであげようか。ええー、ってやな。タバコ吸っていいか。うん。可愛くなってや。何個目だっけ？4つじゃない？ん？ 34 だっけ？ジョアン君。これくらい超いいん、やっぱ落ち着いてるしね。34？ 俺、今年6。 6？ あ、じゃあ2個上な。2個しか変わんないんだ、ね、うん、ちょうどいいかも、これ。 1、2個上とか、5年代ぐらい、うん、落ち着くな。そうだね、うん、話し合うしね、うん、配信中はね。何？俺の配信の話を理解してくれたりとか。配信が話さないのあなたじゃん。ことないじゃん。いやいやいや。何話すんだろう。ポケモンカードとか。いや興味少いね。配信に音量 10% 下げた。ちょっとうるさかった。それは俺も感じてた。結構チェコここなんかざわざわするのこの耳も。音楽。ああ、触んないで、もう気持ち悪いな。耳やだっつうの、ほんとに。そういうのやめて。耳元でささやくの好き。そういうのやめてっつうの。耳元で。そういうのやだ。エロいって言われる。やめて。好きとかささやくの好き。これ刺していめんだ。ダメだった？エッチの時に。全然なんとも思わないね。たりとか。全然なんとも思わない。喋りながらやるの好き。嫌なんだけど、あんまりベラベラ喋ろうとか。そう、そんなベラベラ喋んないよ、普通。でしたそうさ、なんか確認するの嫌だね。いや、俺は女の方だったらいいけど、男にどうしてほしい、どうしてほしいのと言わなくても分かることを聞いてくる人。ちょっといい集中して、本当に。で、言わないならしないとか。何もう話が入ってこないのに、ちょっと待って、こっちに集中。言ってくれないなら、一つのことしかできないからさ。言ってくれないならしないよって。こっちに話して。え、なんだよ、こんなん言われてんの。喋りながらね。みんな受けれない。あーね、無言でね、ただやっ無言はないけど、そんなめちゃくちゃ喋んなくない。ラブラブじゃないんだね。笑っちゃうよね、そんな風に。ラブラブでしたい。じゃれるときはじゃれるときで、スイッチはスイッチか。汚い。いや、野獣つか、もう。いや、それはクライマックスじゃん。もう、後半じゃん。うん。ラスト後半でいいよね。ずーっと、まあ、途中で入れんだったらいいけど。それまではもう、やっぱラブラブして、イチャイチャ。
そうなの、ラブラブイチャイチャ、ラブイチャしない、もう飽きたんでしょ。何が、お前が奈々ちゃん取られたって、そもそもお前のもんじゃねえからな。おいロバおいロバ、会ったことあんの？ない。え、最近お前さ、ちょっとね、奈々と絡んだからって調子乗んなよ。おそら3年絡んでるんだよてめえさ、文句あるんだったら配信で文句言うんじゃなくて電話してこいよ。こら、用なしだから。用ねえんだよ。俺と奈々がいればこと足りるから。そうだろ、みんな。狛江が必要なやつ狛江の枠行けよ。ちゃうんかい。本当に怖い子も来んだ。盛り上がんね今日ね、はい、ちゃうんかい。こと足りてんだわ。俺は必要あるよ。まず優しく、いや嫌いじゃないけど、いちいちムカつくとか言ってくる。仲間に入れてあげて。だったらムカつくんじゃなくて、俺も一緒に行きたいなとかじゃない。だってムカつくこと何もしてないじゃん。狛江に何したの俺、なんかした俺。あ、みーちゃんありがとう。いや戦わないとね、なんか言われたら言い返さないと。言われっぱなしはごめんだよ、はっきり言って。やばい、急激に眠くなってきた。電話来てないよ、かかってきてないですよ。限界を超えてんね私。電話がかかってきてないよ、やめてよ。それ私にかけてるの？奈々ちゃんにかけてるの？忙しい。電話？待ってね。そうもねえから、待ってね、うん、変に首突っ込むと怪我する。あ、かかってきてる。かけんの？うん、かけて。あ、電話中だって。シリー、一時停止。ヘイシリー。